はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオカート8デラックス、ちょっとねさあ今ねちょっと軽い気持ちでちょっとね起動して、でなんだその追加コース、さあ年末の追加コースが来るまでになのかな、ちょっとねその辺はねちょっとふわふわしてるんですけど、ミラーコースとか、あとはまあ今まで来た追加コースで最初の方ね、ちょっともう1年半前とかに走ったコースとか、ちょっと覚えてないんで、ちょっとね、一旦久しぶりに走りたいな、みたいな。そんな感じのね、ちょっと軽い気持ちでね、ちょっと起動したらね、ちょっと見てくださいよ、これ。花ちゃんバギーがね、ちょっとついに我が家にも来て。花ちゃんバギーがね、ちょっとびっくりしちゃってるんですけど、孫うことなきね、ちょっと今起動したら花ちゃんバギー来たぞ、みたいな。そんな感じでね、本当はね、流れ的にっていうわけじゃないんですけど、キャサリンか、パックフラワーか、キャラの上から、そう、使っていこうかな、みたいな。で、前回キノピコやったし、ちょっと、キャサリンじゃなくて、ちょっとパックフラワーみたいな、ちょっと体大きいキャラで走ろうかな、みたいな。そんぐらいの感じでね、ちょっと起動したらね、ちょっとね、花ちゃんバギー来たんで、ちょっとこれにはたまらずね、僕も花ちゃんをね、ちょっと使っちゃおうかなと思いますので、よろしくお願いします。で、ね、今、ちょっとタイミング的に、まだ、ここのね、ちょっとコースが追加されてないので、ちょっと、どっちが先に上がってるかわかんないです。ちょっとこれ走った後に実はこの動画が上がってる可能性もあるんですが、招き猫カップやっていきましょうか。いやー、ここはどうだろうね。なんか多分初めて走った時、多分割とうまく、そう、今星2個だったんで結構順調に走れてたのかなといったところではあるんですが、なんかそれをさ、星3つあわよくば取りたいな、みたいな。まあ、とはいえね、一回走ったことあるとはいえ、その一年半とか前なので、ちょっとね、また新コース来たわぐらいのノリで走っていきますが、よろしくお願いします。わー、すげー、花ちゃんバギーだ。花ちゃんバギーがついに我が家にも来たぞ。なんですが、ちょっとね、この花ちゃんをね、自慢しに。で、なんだかんだあれですよね、ここのコースが追加された時は、まだ花ちゃん追加されてなかった、世界線なので、ちょっとね、何気にそういうのもいいな、みたいな、そんな感じでね、ちょっと走っていきます。で、今のところ、前に投げちゃった。怖い。今跳ね返ってきたけど、なんてなったんだけど、その緑コーラがさ、怖いよね。これ後ろにさ、いるとさ、なんか、後ろに投げてきそうですね。ちょっと、いけー、赤コーラ2個は強いぞー。もう1個あるぞー。よし。で、なんてか、前に出て、で、結構ね、今、1位の方が結構ね、全然前に出てたんで、すげえ綺麗に緑コーラ食らったよな。今、踏まれたんじゃなくて緑食らったよな。今の緑うますぎ。あ、待ってー、クラクションが間に合わなかった。もうちょっと多分早く連打してたら、ふざけてたかもしれない。あ、ちょっと待って、これさ、こっち来たの、ミスったかもしれない。ピュッと。これでどうやって抜こう。その辺考えてなかった。普通に今、そっちなんかジャンプ台あるわ、みたいな感じで、こっち走っちゃったけど、別にキノコとかを使わなかったら、そんなに速くないんだな、みたいな、という感じなんで、ちょっとね、話してといったところで、あ、でもさ、赤コーラを食らいなさい。よし。で、ここで、人が潰れて、で、ちょっとアイテムを交換のタイミングだったみたいなので、防御アイテムを持ってます。2個取れば、さすがにね、どっちかは防御用かな、みたいな。あ、待って、と、バニャーニャーと。あ、今、アイテム、ちょっと、なんなら減速してもよかった。多分あるかな、上手い人だったらあそこ減速してみたいな、そんな感じなのかなと言ったところでは、許して、なんとか間に合った。でもあれか、あそこで減速してたら今の赤コーラがゴール前にぶつかってたので、ちょっとね、これはこれで良かったのかな、みたいな、そんな感じでしたかね。さあ、引き続きキノコリジュエ、キノピオたちがすごい眺めてる見守ってくれている崖なんですけど、ここってなんか坂道っぽいけど、
一本道のコースだっけ、ちょっとねその辺は、あでもなんかぐるっと回ってる感じはするので、多分どっか上り坂があるんだろうなみたいな、そんなところはあるんですが、ちょっと走っていきましょう。で多分ね、僕の方がターボ遅いということは多分そういうことなんやろうなみたいな待って、ぶつかっちゃう、ぶつかっちゃうけど、さすが花ちゃんバギー、こういう危険な場所もねうまく走り抜けることができるので、コインはないです、コインはないです、コインはないです。なんかあそこ、あ今僕に来るかと思ったけど、これ車かなんかで消えたんかな、それか単純に別の人で消えたのかみたいな、そういうところあるんですが、今コイン全然ないんです、買っちゃう。右になんかフワーがあるんですけど、あそこって、なんかキノコとかで突っ込んだら飛べるの、それとも何もなしでも飛べるんかな、その辺はふわふわしてるところはあるんですが、今のところ、あ、でもコイン10枚になって、かつコイン持ちつつバニャーニャーもあるので、これはねかなり盤石、コイン持ちつつ、コイン持ちつつ待って、ちょっとバニャーニャーガード、バニャーニャーガードして、で赤コーナーが来たけど、まだ後ろはね結構余裕があるところがあるので、待って、ちょっと今ごつんしました今ごつんしましたもう今とっさにね、もう緑コーラを、これさ車で消えないか、ちょっと待って、これちなみにここえ今速度が足りなかった、あのみんなあっち行ってないってことはダッシュアイテムがないといけないのかな、いやわかんない、コンピューターはあっち行かないのかとか、その辺はね知らない、知らないので、そのなんか追い上げたい、なんとか追い上げたい、それはそうみたいな。デイジーがすげえ速度でさ、あでも前潰してくれてるし、赤持ってる、赤、あでもあの1位なんで、1位なんで他の人は相手を持ってるので、そのイーブンかななんならでもあのタイミングの3体良かったのかな、うー後ろにさをつけてきてる、これフリップストリームと、あー待って間違えた、バニャーニャー、あの前で潰れてんだ、待ってなんとかなんか、さすが花ちゃんバギー今普通にね、普通にあの花ちゃんのボディが重くて当たり強かったのと、バギー強みたいな今完全にマシン性能で抜いたよなみたいなそんなところはあったんですが、そうついにね、そう我が家に花ちゃんバギーが来たので、これをね今回満喫しながら走っていきましたが、あー事故った、花ちゃんが事故ったけど後ろのレミも事故ったね。さあ引き続き招き猫カップスカイガーデン、初めて走った時、多分ここでなんかねちょっと前に行かれたのかな、いやどうだっけ次のステージだっけ、いやなんかでも後半でなんかまくられたなみたいな、まあまくられたわけではないんですけど、ね、ちょっとどっかで1位を譲ってしまったなみたいな、そういうところがあったので、ちょこの辺からリベンジしたいところであるので、これって飛べますか、飛べます、飛べます飛べます飛べます、あーその赤コーラはちょっとさ早すぎるよ、ちょっとそれはさ防ぎようがなかった防ぎようがなかった、本当に防ぎようがなかったんですが、ここはさバニャーニャバニャーニャ、あとコインをちょっと使っちゃってバニャーニャ補充して、でバニャーニャアタック、ちょっと待って、このバニャーニャアタックをさ使ってください、よし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 、でこの辺置いとく、あれさ置いてよかったわかんない、なんかさ未来の僕が踏む未来しか見えないんですけど、今僕は未来って何か言ったでしょ、これも含みますふわふわしてるなみたいな、そういうところはあるんですが、その緑コーラ赤コーラで防ぐと逆になりました、逆になりましたが、なんとかなんかでもあれですね、1位でアイテム2個目も緑やったんで、かなりねちょっと強いてか、あれかな、コンピューター戦やから1位のアイテムも強いんかな、なんかその辺、うわあそこにバニャーニャ、これさ2個目も置いてよかった2個置いたらさすがに、ああ誰かが踏むやろうぐらいの感じにちょっと思ったんで、ちょっとあそこ置いてもよかったなみたいな、あーこれさこうやってここちっちゃい状態でここいけます、ピュン、あいける、よしよしよし、いいぞ、いいけど、まあでも今疲れた今かなりね怪しい着地したただなんとかなってる、コインも10枚、バナナも装備してるし、サンダーはさっき来た、テレサさえ来なければ、おおキノコが美味しい、ちょ広いキノコ、これ助かる、あそこにもキノコ落ちてたのかこれさ
誰かあそこキノコそのヒロテなんか奇跡のショートカットみたいなあるかなと思ったんですけど、ただなんとかねその無事走り切ることができましたね。ちょっとねリベンジのごとく走ってきましたが、今のところでも順調なんですが、あそっか最後ニンニン道場だっけあれがむずかったっけ、なんかそんな予感がするね。さあやっていきましょう、招き猫カップ。最後ニンニン道場、ここなんかもうほんと道わかんないよね今見た感じでも道わかんないなっていう感じなんで、ちょっとね1年半前の雪辱を晴らせるかといったところではあるんですが、ちょっとね走っていきましょう。行くぜー。おーなんかさ、なんか変な着地した。これ見に前の愛はさっきの子ちょっととっさに使っちゃったが、ただあー怖いなー、その緑子なんか耐えてる。これはまっすぐでいいですか、まっすぐで良さそう。こっちで、そっちにさ、左でスポーツにしました。左で、そこ行って、これはただどうだ ?2 巡目とかでも、ルート変わらないかな。そこではふわふわして、これなんか上ルートとかもあったよね、確か。なんですが、1位で赤コーラのタイムは当たったんですよ。うわどうなったどうなったで言うと、ちょっと落ちちゃいましたみたいな、そういうところはあるんですが、ちょっと待って、コーツにしました。で、前の人が今どこ、わかんないけど、そこに緑コーラがいるということは、ここに投げます。なんで前に投げたのかはね、ちょっとわかんないけど、ちょっとその辺はね、コンピューターの安崎さんみたいな。今上にヘイホーいた気がする。あのヘイホールート行きたいな。ちょっと3周であっち行こうかな。これせっかくだから違うルート行ってもよかった。なんですか、これあれですね、この辺からもう矢印見えてるね。ので、ここ、おー、今のさ、ロイショで、カーブ入れると思わなかった。なんですが、あ、取られたけど、ボム兵が来ました。ああ、細い道です。そう、降りました。なんか上行こうと思ったけど、そもそも、簡単に上に行けるわけではないぞ、みたいな、そういうところがあったみたいなんですが、これは、なんか、クックマーって、風車というのをね、その、なんか、何年ぶりに言ったかを、ああ、これさ、せめてそこにさ、上乗りたいよ。上の景色見た。あ、ヘイホーがさ、巻き込まれた。かわいそう。何も悪いことしてないのに、ヘイホー爆散した。なんですが、ここは、まずはコインで、ここ、ああ、ここに繋がってる。で、ここダッシュで、カブ入って、なんかでも、最初のコツーマーありましたが、なんかね、2回目なんで、ちょっとね、うまく曲がれるようになってた。ただ、問題はね、ここ知らない。このルート、あー、ちょっと待って、降りちゃった。でも、ここで肩車来てて、で、こういう感じなんですよね。なんかでも、なんとか走り抜けたぞ。そして、花ちゃんはこのまま宙へ消えて、高いところに乗って何踏んだのかわからない。なんか食らったんですが、リベンジ果たしましたね。さあ、初めて走った時はね、そう、ルイジ、そう、1年半前にルイジで走っていきましたが、今回はね、そう、追加された花ちゃんで、ちょっとね、そう、それ以前に追加されたコースを走るというね、そう、なんともね、ちょっと趣があるって自分で言うのみたいな。そういうところはあるんですが、星3ついただきましたし、マシンパーツ増えましたし、星3ついただきました。いや、なんか、マシンパーツめっちゃ増えるな。これではありますが、今回はね、そう、無事、ちょっと150cc で、新しいコースが来る前に、そうね、ミラー、ちょっとキャサリンってこんなに空張りあったっけなんですが、なんとかね、そう、ミラーコース走る前に、そう、久しぶりにここ走ろうって言ってね、今回ね、走っていきましたが、なんか、リベンジ果たせてよかったです。はい、といったところでね、今回は、そう、多分こっちよりも先に、今回走った動画が先に上がってるとは思うんですが、ちょっとね、そう、最後の追加コースを楽しみにしつつ、で、そう、デラックスで追加されたコース、
150cc ね、ちょっと走って、で、その次ちょっとね、ミラー走りたいな、みたいな、そんな風に思ってたんですけど、ちょっとね、先にちょっと、久しぶりにここ走って、みたいな、そんな感じで走っていきましたが、次回は、わかんない。ここが先に解放されたら、こっち走ってると思うんですが、多分ね、ここを今回走ったので、またカブカップ、ここのミラーから、ちょっとまた走っていこうかなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。